ヨハン・ハルボシェンは、ノルウェーの作曲家、指揮者。裏若い頃から洗練されたバイオリニストとして、活動し、ノルウェー楽団の著名人となった。日本では一般に、ヨハン・ハルボルセンとして知られており、以下その慣例に従う。クリスチャニアとストックホルムで、音楽教育を受け、ベルゲンで、コンサートマスターに就任した後、 ライプツィヒゲバントハウス管弦楽団に入団。その後8年間を音楽活動と学習のために国外で過ごし、スコットランドのアバディーンでコンサートマスターとして過ごしたのを皮切りに、ついでヘルシンキで教授に就任し、最終的には再び学生に戻ってサンクトペテルブルクやベルリン、リエージュに留学した。1893年にノルウェーに帰国し、 ベルゲン国立劇場のオーケストラの指揮者に就任する。1885年にベルゲンフィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスターとなり、1893年には首席指揮者に抜擢された。1899年には新設されたクリスチャニア国立劇場のオーケストラの指揮者に任命され、1929年に引退するまで30年間に、 渡ってその座にあった。舞台音楽に加えて30曲のオペラ公演を指揮し、30曲以上の劇付随音楽を作曲した。劇場を引退してからは、折に触れて作曲に専念し、3つの壮大な公共曲や2つのノルウェー教師曲を作曲した。ハルボルセンの作品は、 華麗な還元楽法を特徴とする作風によって、エドバルド・グリーグによって実現されたロマン主義的な国民楽派の伝統を発展させたものである。ハルボルセンは、グリーグの名と結婚し、また、グリーグのいくつかのピアノ曲に還元楽法を施した。ペール・ギュントが1886年に再演された、サイの追加曲、花嫁の行列の通過はその一つである。 また、ハルボルセン編曲のリカルド・ノ・レド・ローク追悼の早々行進曲はグリーグの葬儀で演奏された。今日最も有名な作品はロシア貴族の入場とベルゲン参加もしくはベルゲンの昔の旋律によるロココ変奏曲の他にバイオリンとビオラのための二重奏曲ヘンデルの主題によるパッサカリアとサラバンドである。ありがとうございます。